インドネシア国軍は、インドネシアの軍隊、陸軍、海軍、空軍の3軍種からなり、432,129名の人員を有している。かつては、インドネシア共和国国軍と称していた。インドネシアは、世界最多数の当初に中、印、米に次ぐ、世界第4位の人口が散在して生活しており、国境線の防衛は困難である。また、 インドネシアにおいては、その民族、宗教などの多様性や、人口、経済力、政治力の集中するジャワ島、ジャワ人への反発もあって、いくつかの紛争を抱えていることから、治安維持も国軍の重大な任務である。また、スハルト政権下で、インドネシア軍は国家を防衛すると,とともに、これを監督するものとして位置づけられていた。実際、9月30日事件においては、 国軍とインドネシア共産党が対立する構図が背景となっている。スハルト政権の多くの閣僚が軍人としての経歴を有していて、このことは社会全体に軍の影響力を及ぼすこととなり、多様な民族、宗教を有する同国の統一に益することとなった。しかし、この方針は同時に政府の軍に対する統制を弱体化させることとなった。インドネシア軍は、 9月30日事件直後のインドネシア共産党の物理的解体など複数の重大な人権侵害事案を主導または関与したとして国際的な非難を受けている。インドネシア国軍はインドネシア独立戦争の最中にデリラ戦部隊として誕生した。1945年8月17日のオランダによる 植民地支配からのインドネシアの独立直後の同22日、人民治安団が政府布国によって結成され、さらに10月5日には、より軍事組織としての性格を強めた人民治安軍が結成されている。これらは第二次世界大戦下の日本の占領下で、現地軍として編成されていた、郷土防衛義勇軍や乱印軍などの将兵を、急合し、急速に体制を整頓していった。 また、その過程において多数の旧日本軍将兵が国軍の創設を援助していたことが知られている。2000年1月までは警察も国軍の管轄下に置かれていたが民主化に伴う改革の一環として同月以降は国軍から分離され国家警察本部として再編された。現在のインドネシアは志願制度である。兵器体系は かつてはアメリカに準じていたが、東ティモール問題のために、金融措置を受けてからは、東側の兵器も導入されている。なお、金融措置は2005年に解除された。e n インドネシアンアーミーも、三照陸軍の紋章国産のピンガド SS1、自動小子を手にする兵士インドネシア陸軍は328,517名の、常備軍と40万名の予備役を有しており、 インドネシア国軍における最大勢力である。基本的には軽装備の不評部隊であり、多彩な消火器とともに、軽戦車や榴弾砲、多連装ロケット砲などといった少数の重装備によって武装している。陸軍は12の軍管区担当司令部と複数の機能別軍によって構成されている。それぞれの軍管区司令部は複数の不評大隊と、 場合により1個の騎兵大隊、また、砲兵及び、公兵の文献隊を有しており、この他に、地域の保安を担当する部隊と訓練部隊がある。現在の陸軍の基本戦術単位は、大隊で、作戦単位としての師団性は採用されていない。また、機能別軍としては、特殊作戦軍と戦略予備軍、航空作戦軍の3つがある。 国産のピンダドパンサー装甲車消火器としては、国営企業 PT ピンダドが製造したピンダド SS1 自動消銃を主力消銃として使用している。PT ピンダド車製品では他にもピンダド P1、拳銃、ピンダド SM-2 及びピンダド SM-3、機関銃、ピンダド SPR 狙撃銃を使用している。外国製消火器では、 シグサウアー P226H&KMP5、M16 ステアオーガスト H&KG36AK-47 を特殊部隊が使用する。インドネシアは、領土に近接する脅威がなく、また、当初国家という特性にもかかわらず、洋上、航空輸送力が貧弱であるため、従来は主力戦車を保有していなかった。したがって、陸軍の火力の主眼は、 軽戦車に置かれており、AMX-13 スコーピオン PT-76 を合計で200両前後保有している。2011年には、AMX-13 の近代化改修とともに、韓国の登山者とインドネシアが共同で、登山者のブラックフォックス送輪装甲車に、t 9 0砲塔を搭載した火力支援車を開発し、調達する計画が公表されたほか、 同年11月には、ドイツ製のレオパルト 2A6 主力戦車100両の導入計画が公表された。また、沿線火力としては、アメリカ製の M101-105mm 榴弾砲や、ロシア製の BM-14 ロケット砲などといった古典的ベストセラーのほか、新型のシンガポール製 FH-88-155mm 榴弾砲、 FH-2155mm 榴弾砲や、チェコスロバキア製 ARM-70 ロケット砲なども導入している。また、陸軍は、航空作戦軍の指揮下に小規模な航空隊を保有している。保有機は、ミマイナス35ハインド攻撃ヘリコプター8機、MBB505 系汎用ヘリコプター17キベル412、汎用ヘリコプター28機ミマイナス17、 ヒップエイチ輸送ヘリコプター16機などである。インドネシア海軍艦艇一覧及び e n インドネシアンネイビーも参照世界最大の軍統国家であるインドネシアにおいて海軍は国家防衛にあたって極めて重要な役割を担っている。独立直後に創設され、1960年代初期にはソ連から大量の艦艇を入手したが、1965年、 以降の関係冷却を反映し、ソ連から直接導入した艦艇は現在ほとんど残っていない。現在のインドネシア海軍は3万7千名の自民と272隻の艦艇を有している。従来は比較的旧式かつ小型の艦艇が主力となっており、量的にも不足であったが、1990年代初頭にドイツから旧人民海軍の艦艇を一括取得して、 戦力を大きく向上させた。また、1990年代後半には、世界的に人気の高いドイツ製の209型潜水艦を、チャクラ級潜水艦として2隻を調達して、潜水艦戦力を獲得し、21世紀に入ってからは、オランダ製の先進的なシグマ型コルベットを取得、大韓民国2400トン級潜水艦を4隻、発注し、 2018年から受領を始めるなど、潜水艦戦力の強化計画を進めている。また、インドネシア海軍は小規模な航空隊と海兵隊を保有している。インドネシア海軍航空隊は小型の対戦哨戒機と戦術輸送機、練習機を保有しているが、長距離。なお、現在、インドネシア海軍に艦載機を運用可能な艦艇は存在しない。 インドネシア海兵隊は3個旅団編成、1万3000人体制となっており、上陸船部隊、緊急展開部隊としての任務を負っている。基本的には、軽府標部隊だが、LG-105mm 榴弾砲や BMP-3 回府評戦闘車など、少数の重装備も保有している。また、特殊部隊として、海軍戦闘水泳隊,員部隊、海軍特殊部隊、 海上テロ対策部隊などを保有する。インドネシア海軍は2017年6月19日、ツール海でテロリストなどを警戒する、マレーシア、フィリピンとの合同警備指令センターを、タラカン市に設置し、海空からのパトロールを始めた。EN、インドネシアにエアーホースも、参照空軍の紋章インドネシア空軍のスマイナス30戦闘機インドネシア空軍は27,850名の、 自民と346機の航空機を有している。保有機としては、ロシア製のスマイナス3 0フランカー間1、アメリカ製の F-16 ファイティングファルコンなど、少数だが、先進的な戦闘爆撃機とともに、国内で治安作戦を支援するためのコイン機も有している。空軍は1946年に創設され、これは対空軍に続いて、 東南アジアで2番目に古い空軍であることを意味する。当初、空軍は日本軍航空隊が使用していた機体を運用していたが、予備部品などの欠乏により、これは長くは続かなかった。その後、アメリカからの供与機体、続いてソ連機の導入も進められ、ミグ十一フィッシュベッドの運用も行われたが、九月三十日事件の後のソ連との関係悪化を反映して、 ソ連機は急速に運用不能に陥った。その後、アメリカから供与された海マイナス5、タイガー2戦闘機や A-4 スカイホーク攻撃機を経て、1980年代後半には海マイナス16戦闘爆撃機10機を導入した。それに続いて計画された、ロシア製のスマイナス30戦闘爆撃機の導入計画は、 アジア通貨機器によって一時は中断されたものの、2006年より再度発注が行われ、制空戦闘機としてのスマイナス -27 フランカーと、共に軽10機が2011年に導入された。また、アメリカの武器禁輸によって、海 -16 の維持は一時期困難に直面していたが、現在は支援が再開されており、海 -16C、D の追加導入も検討されている。 24機の供与も発表された。また、中国製の無人攻撃機である翼流と、彩りにジオンを導入している。一方、航空輸送戦力の主力は C-130、ハーキュリーズと C-212 であり、これに、スペインと共同で開発した CN-235 が加えられつつある。また、長距離の海洋艦式も、空軍の所管であり、 CN-235 とボーイング737の海洋監視型が導入されている。なお、ボーイング737には VIP 輸送型もあるほか、C-130 の一部は空中給油機としての使用が可能である。2015年3月には、オーストラリア空軍から4機の大型輸送機 c 1 3 0 h h e r c u l e s を譲渡され、 オーストラリアとの友好関係を深めている空軍特殊部隊を保有しパスコハース内に航空機ハイジャック対応機動部隊がある。ありがとうございます。